ますか。そのためにはどうか皆さん、私に力を貸してください。私は皆さんの思いを背負って全土を回って声を枯らして訴えていることもご理解をいただきたい、そのように思います。私が今1万数千人の方にこの間お会いをして大訴えをしてきましたが、まだまだ人には会えません。どうか皆さんの力で皆さんの産業を守るためにも力を貸してください。そして最後の最後まで支持を広げていただきたい、そのことを心から皆さんにお訴えを申し上げて、私の決意とご挨拶に変えたいと思います。どうか皆さん力を貸してください。鈴木直道をよろしくお願い申し上げます。大変寒い中、グループの皆さん本当にありがとうございます。全道各地で各グループの皆さんに本当に温かいご支援をいただいてまいりました。また今日からシリベイ市含め小島の方に回ってまいります。また改めて全道各地のグループ、またお知り合いの方、さまざまな方々に鈴木直道のご支援を心からお願いを申し上げたいと思います。それでは全道各地でやってまいりました鈴木直道コールをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。鈴木直道という名前はお母さんがまっすぐ道を進みなさいということでつけてくれた名前だそうであります。そのことを武部勉先生がいいか、まっすぐな道を進めと、そういう思いでまっすぐ直道北海道農業頑張ろう。いいですか、はい、もう一回やります。まっすぐ直道北海道農業頑張ろう。いいですか、後ろちゃんと分かってますもうちょっと前に出てきてもらってもいいですか。最後なんでこれこの点ぐらい坂台、あそこでいいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ぜひ北海道農業を守るために鈴木直道に皆さんの力を貸してください。それでは行きます。まっすぐ直道北海道農業頑張ろう。どうぞよろしくお願い申し上げます。よろしくお願い申し上げます。鈴木直道でございます。どうぞよろしくお願いいたします。最後の最後までよろしくお願い申し上げます。本日はお寒い中、そしてお忙しい中、多くの皆様に最後までご清聴いただきましたこと、心よりお礼を申し上げます。鈴木直道、厳しい戦いではございますが、元気な北海道づくりのために全力で戦ってまいります。どうか皆様、鈴木直道へ皆様のお力をお借りください。鈴木直道、必ず皆様のご期待に応えてまいります。鈴木直道、これからまだお世話になると思います。どうぞ鈴木直道で皆様のご支援ご指示よろしくお願いいたします。どうか鈴木直道へのご支援の輪を大きくお広めくださいますよう、心よりお願いを申し上げます。ただいまより本人が乗り込みまして出発いたします。すいません、ありがとうございました。最後の最後までびっちり北海道を回ってまいりますんで、皆様お力を貸してください。鈴木でございます。鈴木直道でございます。行ってまいります。ありがとうございます。寒い中お時間をいただきましてありがとうございます。行ってまいります。鈴木でございます。ありがとうございます。行ってまいります。北海道でございます。鈴木でございます。ありがとうございます。お話を聞いていただきましてありがとうございました。鈴木でございます。私は知事号鈴木直道でございます。あらゆるピンチをチャンスに変えて活力あふれる農業を、活力あふれる北海道を皆様と共に作ってまいります。どうか皆様のお力をお貸しください。鈴木直道でございます。私は北海道知事、ありがとうございます。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 
差し入れ。ありがとうございます。北海道知事候補